って。で、その人がちらっと、いや、保守党さんの場合、要するに普通の小さな団体だったらば、まずお金がないから、比例立てることできないんだけど、うん、でも保守党さんの場合資金がある程度あるから、うん、比例のブロック立てられますよねという話になって、うん、何だろうと思ったら、要はその名簿届出政党、うん、今回我々がやった手段ですけど、名簿届出政党の要件さえ満たせば、あの2枚目の投票用紙に保守党って書いてもらえる、うんうん、で、まあ、調べてみたら確かに、東京だったら19人定員19人ですから、その5分の1ってことは4人、うん、近畿だったら6人、これをこれだけ揃えれば、うん、2枚目の投票用紙に保守党と書いてもらえるんですけど、うんうん、普通の小さな団体はもう例えば東京で4人って言ったら、それでもう供託金だけで2400万、はい、近畿で6人って言ったらそれだけで3600万、もうこんなに負担できないから、はい、普通はそこでもチャレンジできないんだけど、はい、保守党さんの場合できますよねと、うん、そうするとそのブロックで、名簿届出政党の要件さえ満たせば、政見放送にも出られますよと言われて、うん、あ、これだと思って、うん、それでまあその、比例の方に関してまあ一応調べて、でこれはで私一度行ったと思うんですよ、約1年近く前にね、あの4人で、河村共同代表と広沢さん交えて4人で行った時に、実は比例の例えば全ブロックに立てた場合これだけ供託金かかりますと、今回うちは6ブロックにしましたけど、全ブロックに立てて2億いくらなんです。でそれだけのことをやったとしますと、全部の政見放送されるし、うん、あの書けるんですよと言ったら、河村さんがいやいやそれは分かるけど、うん、そんなこと言ったってね、比例の票なんかそんな出ませんよと、あの比例の票っていうのはあくまでも小選挙区の付随だから、そうなんです、あの、ねうん、比例の票っていうのはものすごく取りにくいですよ、あの比例だけの選挙っていうのはもう、まあ、だからこれいわゆる河村さんっていうのはもう大ベテランですわ、うん、あの人はね、まあ、15年間名古屋市長やってましたけど、その前は長いこと国会議員実際やってたんですよ、うん、そうそう、はい、でだからそういうね、もう政治のプロに言わせたら、比例だけで、票を取るっていうのはね、真っ白の技なんですよ。まず無理だから、その時河村さんは、はい、いやいやいや、それは理想論は分かるけど、うん、でそれだけの資金がたまたまうちにはね、幸いにして党員がいらっしゃるから、あるけれど、でも比例だけでの票なんかそうそう出ませんよと、うん、小選挙区やるからこそ、あ、この人応援したいからって書くんだと、うん、だけど今回、重複できないんだから、うん、例えば小選挙区いくら立てたってその人を受からせるためにって書く比例の票ないですよと言った。あともう一つね、うんうん、比例のポスターというのは町に1枚もないんですよ、はいはいはい、うん、あの個人のポスター、小選挙区の個人のポスターは、ね、顔写真でいっぱいあって名前もいっぱい、それはあの公営掲示板にね、はい、うん、比例のポスターっていうのは公営掲示板にもどこにもないんですよ、うん、はい、あの少し正確に言いますと、うん、公営掲示板にはない、はい、どこにもって言っちゃうと全部、うん、まあまあ普通のね、あの壁とかあんなには日本人っていうのはそれはありますけど、はい、ですから比例だけでね、うん、そんななんかこう、まあ、あの確かね、浮世離れしたって言ったかな、誰がそんな比例だけのためにね、2枚目のために書くんだと、あのおそらくもしかしたら初めてかもしれないね、うん、比例だけで戦った選挙というのは、うんうんうん、まあ、ただ令和なんかも今回そういう戦術ですけどね、たまたまね、令和はすでにもう国政政党なってましたからね、はい、でそういうことで、河村さんとしてはそれは結構リスクあるんじゃないのと、そんな簡単に取れないよと、うん、でも全国で 2% ってことは薄く広く取ればいいんで、うちの場合やっぱり主な支持層はネットから入ってきてるし、まあ、空中戦ですよね、いわゆる、だからそれをやるんだったら 2% だったらなんとかいけるんじゃないかと。ただそれでもね、うん、あの今有本さんが薄く広くって言ったけど、うん、これ11ブロック全部立てたらね、なんとか、うん、うちは11ブロックのうち6ブロック頑張って6ブロックしか立てなかった、うん、これもね最初は5ブロックしかできなかったですね、うんうんうん、だからつまり半分ぐらいしか立てない中でその 2% を取らなかったというのが、これはもうまたハンデを背負って戦ったんですよ。そうなんですよ、うん、でも今回ね、まあ、昨日もちょっと言いましたけどあの最初は5ブロックでしか無理やった、うん、5ブロックで11ブロックのうちの5ブロックやからもう半分以下なんですね、はい、その半分以下で、戦わなかったというね、うん、これはねきついですよ。例えばね、皆さんまた野球で例えるとね、試合の半分しか出れない、それでねタイトルを狙いというか、これしんどいですよ。そうなんですよ。ところがね最後の最後でね、うん、もう1ブロック増えたんですよ。いや、ちょっと待ってください。その話はちょっと待ってください。まだ、はい、まだ不利な話をちょっとします、はいはい、それでじゃあ愛知県とか東海地方はどうなったんですかっていうと、これはやっぱ東海ブロックは
まあ、ある意味その最も票が出やすいなと思ってました。まあ、川村さんがおるからね。それちょっと待ってください。それなんでかっていうと、4人が小選挙区戦ってるからなんですよ、はい、で小選挙区戦ってるとやっぱり日本保守党公認っていうのがこう響き渡るから、うん、あ、じゃあ日本保守党を応援するために1票入れようかとなるんですけど、うん、ここが普通の政党だったら日本保守党、例えば河村隆と書いてさらに日本保守党と書けばですよ、うん、この小選挙区の人間が通りやすくなるわけです、はい、重複ですから、うん、だけどうちの場合それはないんです、うん、ないんですけど、うん、皆さんがやっぱり日本保守党を応援しようということで書いてくれる率が高まりますので、うん、この東海ブロックに関しては特に名古屋は人口が多いから、うん、ここでの得票というのがものすごく東海ブロックの得票に寄与してるんですよ、はいはい、で私があえて言いたいのはね、河村さんは通りますから、うん、それはそれでいいんですけど、例えば それ以外のね、大橋徹さん、それから麻生千佐さん、うん、田中克義さん、この人たちは自分の比例復活の票にもならないもののために小選挙区を戦って、彼らが頑張ってくれたからこれだけ東海ブロックは票が取れてるんです、はい、そこはね、もう本当に全員の、まあ、ある種、うん、全員が日本保守のために戦ってくれた。そうです。で今朝は私もね、本当に今朝ね、 X 見てね、本当思いましたけど、麻生さんはね、うん、もう今朝から辻立ちしてますけど、日本保守党が国政政党になりましたというふうに街角でやっぱ叫んでくれている。もうこれはね、ご自分は落選したのにね、うん、本当にありがたいですよ、うん、はい。それでまあそこからなんですけど、うん、で結局今回うちはまあそれでもやっぱ体力の限界というのがあって11ブロック全部には立てられませんでした、はい、もう九州の人からだいぶ私も怒られました、はいはいはい、あんた結構九州に来てたのになんで九州でやってくれないの、はい、私もね、九州はねものすごいたくさん公演行ってるんですよ申し訳ない一番たくさん公演行ってるのは九州かもしれないで、はい、九州は実は候補者として立てたい人はいたんですけど、うん、でもやっぱり選挙やる体制が作れない、うん、だから最初はもううちがある程度体制を作りやすい、まあ関東、東京を含む関東圏と、それから東海ですね、さっき言った、うん、で小選挙区もやる、それから近畿ですね、やっぱ百田さんいらっしゃるということで、そこかなと思ってたんだけど、さすがにちょっとこれで 2% 全国の全得票数のうちの全投票数のうちの 2% をこの、まあ、5ブロックでやるっていうのはかなり厳しいなと思ってたんです。うん、そうなんです。そして10月の4日、3日かな、3日から4日にかけて、はい、まあ、ある男が北海道で立ち上がってくれて、うん、この北海道の6万票、これがあったおかげで今回国政政党になれたと言っていいと思います。そうです。でこの北海道でね、立ち上がった。でこれはね、まあ、有本さんがね、まあ、頼んだんですよ。あんた北海道で立ってくれないかと。でね、これね、立ってくれないかということなんですが、これね、立ってもね、100% 勝ち目ないんですよ。100% 勝ち目ないんですよ。それでもね、有本さんね、立ってくれって言うたんですよ。で、言われた方はね、立ち上がっても絶対勝てない。絶対勝てない戦いだよ。それでもね、立ってくれたんですよ。はい。勝ち目ないんです、本当に。他のブロックはね、北関東、東京、南関東、これみんな負けましたけど、これはね、戦いようによっては勝ってるかもしれないというチャンスもあった。ところが北海道はね、まあ、いろんな条件がありまして、まあ、まず勝てないんですよ。それでもね、有本さんはやってくれと、うん、はい、これすごいですよ。もう頼む方も頼む方ですからね。はい、前回のっていうのは、3年前かな、の2021年 の、 衆議院の総選挙の時の結果を、私たちも数字を結構分析しました。それで北海道はもう 10% 近く得票しないと通らない。で比例だけでそもそもいきなり新参者が 10% 取るなんてもうほとんど不可能。 10% ですからね、もう無理なんですよ、ね、無理です。でそのまあ数字で言うと、うん、やっぱり近畿と東海は若干ハードルが低い、うんうん、でさらにさっき言いましたように、東海は、まあ、河村さんたちが小選挙区やってくれるんで、東海ブロックは一人は通るだろうというふうには思ってましたね、うんうん、で近畿は、まあ、ちょっと若干そのハードルが低いんで、まあ、百田さんの知名度とか人気もあるから、まあ、なんとか一人は行くんじゃないかということはありました、うん、はい、で関東で言うと、南関東、北関東
という順番ですね、うん、で東京はちょっと高い、うん、で東京はねそれは当たり前なんですよ、やっぱ党首クラスが比例で出たりしてますからね、うん、そうすると各党がやっぱりこうしのぎを削るんでなかなかちょっとハードルは高いんですけど、でも東京もね私たち頑張ったんですけどやっぱ東京から当選者出せなかったっていうのは本当に申し訳なく思っております、うん、ちょっと残念ですね、まあまあそういうことあって、そう北海道それでさて北海道はもう 10% 取らないと話にならないぐらいのところだから、うん、まあこれは難しい、あの私昨日もね、うん、私のニコラマで言いましたけど、あのこの間私 YouTube でね、うん、7時の侍の話しました、そこでね、もう侍をもう三段腹戦ってもうそうと侍辞めてもう商人になったぞとか言ってね、それを昔のその侍大将を見つけて、お前商人になっとったか、はあ、お前もう戦は嫌かやったらもう戦嫌なんですよね、もう武士捨てとったから、でもねそれが最後にこう言うんですよ、彼にも出世にもならん厳しい戦いがあるがついてくるか、はいって言ってねついてくるんですね、まさにねこの七郎寺のはい、これをね、もう有本沙織さんが言うたようなもんですよ、あれは体がはいじゃないよ、有本沙織さんは金にも出世にもならない厳しい戦いがついてくるかってね、ほなそうすると北海道の小野寺雅子さんがはいと言ってでね、小野寺さんとはですね、うん、まあ、これですね2010年11年かな10年ぐらいのそのこの当時のね月刊ウィル、この中国が北海道を買っているという、まあ、私のこの記事、この時からの小野寺さんとは付き合いなんですよ。これ2000何年2000これはね2010年のこれもう14年前やな、そう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 、はい、もう有本さんまたピチピチの頃やね、そのことね、道議会議員だったね、うん、小野寺さんと、まあ、知り合って、この時に小野寺さんの情報に基づいて私はこうあの実際に中国が買ったというところを取材に行きました、うん、それからの長年の付き合いで、はい、まあ、ただ最近はそんなにね、まあ、彼自民党の人なんでね、だったんで、はい、40年間の自民党員です。ですからあの私は日本保守党立ち上げてからはあえて小野寺さんには特に声をかけてなかった、それは礼儀ですからね、はい、ただ6月にですねちょっとあることで話をする機会やったんですよ、久しぶりに、うん、でいや久しぶりだねと言って、その時にね、まあ、彼は非常にまともな人間なんでね、その自分が例えば自民党離れるとかそんなこと一言も言ってないけど、ただその時のなんとなく雰囲気から、あやっぱ小野寺さんは今の自民党に対しては相当なその不満や、うん、あるいはこうこれではもうダメだという気持ちを、まあ、まともな人間ってみんなはそういう思いを持ってますけどね、はい、持ってるなという感じがしました、うん、それで、まあ、9月の、まあ、総裁選ですね、当然小野寺さんは高市さんを応援してた、うん、札幌での集会にも彼相当人集めしました、うん、で高市さんが敗れた、しかもああいう非常に変な不可解な敗れ方ですね、うん、でそういうことになって、その時また小野寺さんと、いや高市さんがね敗れて小野寺さんもその勝さんもやってたのに残念だったねっていうことをちらっとやり取りしたんですよ、うん、まあそれはその時それだけだった。そしたら10月の3日の夜だったと思うんですけど、あ今年なんですよね、うん、はい、今月の10月3日の夜に、うん、まあ、彼は X でも書いてましたけど、10月3日っていうのは中川翔一さんの命日、うんうんうん、彼は中川翔一さんの弟分だったわけですね、はい、じゃ同じ地元で、うん、それで翔一さんの命日だと書いてあった彼の X に、そしたら私のところに翔一さんの命日付けで離党届出そうと思うと、うん、で明日受理されると思うと言ったんですね、うん、でそこで私はすぐさま彼に電話かけて、自民党離党するんだったらうちと一勝負一緒にやりませんかと、もうこれ全然勝てない戦いで、実は前回はもう 10% ぐらい取ってたところがようやく1議席だから北海道では取れないんだけど、でも2人立てれば名簿届出政党になるんだと、だから勝さんともう1人立ってくれたら日本保守党というふうに書いてもらうことができるって言ったら、いやさすがにそれは無理だよって、だって選挙も2週間後から始まるでしょっていう話、2週間も経ってない、2週間もないぐらい、ね、もう10日ちょっとで始まる、うん、それさすがに無理だよと彼言った、うん、それから一晩経って朝6時ぐらいにパッとメールが来て、何かなと思ったら、うん、とは言ったもののと、うん、無謀な戦いだけどやってみようかと思うと、うん、もう私その時にね、もうこの人には一生足向けて寝られないなと思いましたね、本当に勝てない戦いなんですよ、絶対勝てない戦いなんですよ、はい、でもねそれをね有本さんはね、もう、まあだからこれ戦争で言うたらね、もう死ぬ戦いなんですよ、でもね有本さんはそこに行って死んでくれなんですよ、ほなね、その小野寺さんは一晩考えて、分かりましたと、行きましょうと、はい、
つまり全体の戦いとしてね、どうしても取らないから京都府は、この京都を取るためにお前は小野寺この戦いでここへ行ってくれと、お前は死ぬけどやってくれと、それ有本さん平然と言うわけだよ平然とは言ってお前そこ行って死んでくれと、ほら小野寺さんはね分かりましたと、行きましょう。でまあ彼はね、小野寺勝はですね、やっぱ選挙もプロなんで、それこそ自分の選挙だけじゃなくて中川翔一さんの選挙もやってたから、私説明したんですよ、これうちはね国政政党になるということがまず念願なんだと、そうすると全国 2% を取れればそうなれるんだよって言ったの。そしたら、ああ分かったと言って、でまあ、彼曰くは、彼自分の動画でこう言ってて、私そんな言い方したかなとちょっと思うんだけど、彼の言ってることはね、有本さんからそのまあ一勝負しないかと、で勝さんと、私もあなたももう別に失って困るもの何もないでしょうと、何を怖がってるのと言ったって、そんなこと言ったかなって、私はそこまでは言ってないと思うんだけど、でも確かに彼に、私たちはもう還暦を過ぎてね、そんな失って困るものはないんだから、やっぱり日本のために戦う、まずその拠点を作る、そのために一勝負してくれないかって言ったら、まあその一晩考えて、最初はいやそれは無理だと、無理って言ったんですよね、だけどまあやると。でそこからですよ、すごいの、そこからもう彼は大車輪で、あれだけの3000キロ走ったんですから、外線車も何もないところからいきなり3000キロ走った、ね、形だけ立ったんちゃうんですよ、違う違う違う、負ける戦いにもかかわらず、思いっきり全力でね、戦ってくれたんです。負ける戦いだったらね、普通まあ適当で手抜こうかじゃないんですよね、とことん頑張った。それを見てですね、またね、東京におった猫宮城がね、これは見ておられんということで、ね、行くわー言うて、もう自らと北海道乗り込んでいってね、3日間ぐらいかな、もっとかな、もうずっと猫首長がですね、もうその中、その小野寺さんの戦いですね、参加してくれたんですよね、で平井浩二さんも行きましたよね、もう北海道に行くって、はい、小野寺さんを絶対に、無駄なと殺さないということでね、行きましたよ、はい、そして、まあ、結局は小野寺さんは負けました、ブロックでは負けましたけれども、小野寺さんは北海道で6万票という票を獲得して、これでこの6万票があったから我々国政政党になれたんですよ。この小野寺さんが、獲得したこの6万票がなかったら、私たちは国政政党資格は、得ておりません。それで彼はねこうも言ったんですよ、札幌に入る日をあらかじめ教えてくれたら、百田代表とか私が応援に入りますって言ったの、そしたら彼は来なくていいと、関東地域と近畿は取れる可能性があるんだから、もうそっちにいてくれと、こっちはもうこっちでやるから、北海道のことはもう気にしなくていい、こっちはこっちでやるから、とにかく取れるエリアをお二人がそこで頑張ってほしいというふうに言って、だから代表も北海道までわざわざ来てくれなくていいですというふうに彼は言ったんですよね、だからもう本当になんというかな、そういうことがあって今回、はい、国政政党になりました、はい、ですからこれはね、例えば他の負けた例えば北関東南関東も、人たちの頑張りがなかったら、 そしてボランティアの方まで含めて頑張りがなかったら 2% ならないんですよ。ですからね、南関東北関東それから東京はですね、はい、国会議員を出すことはできませんでしたけど、ここに比例で日本保障と書いていただいた皆さんの票はですね、これ一つも死に票にはならなかったということですよ。本当にありがとうございます、はい、それでまあ、さらに言うとですね、今日ここで初めて言うんですけど、その小野寺勝が、ようやく整えた街宣車、これ実は向こうで政治活動をしてた方が使っていた、まあ、こんなこと言ったら申し訳ないけど、かなり古い車なんですよね、それの看板を掛け替えて、日本保守党の看板に掛け替えて、でちょっと整備をし直して3000キロ走ってくれたんですよ。でさらにその街宣車を使ってた方や、あるいは今回小野寺勝の街宣をね、東京の YouTuber とか行けないじゃないですか、はい、で北海道でその中継してくれたのがチャンネル桜北海道の人たちなんです、はい、で
代表にもあえて言わなかったんですけど、はい、でそのチャンネル桜北海道の、まあ、拠点も、はい、ご協力いただいたということがあって、はい、でそれで私は選挙期間始まる前にチャンネル桜の水島社長に電話しました。ほうほう、うん、久しぶりに水島さんに電話して、はい、で私が自分の携帯から、まあ、水島さんにかける、水島さんの携帯に直接かけたんで、もうあのかかってきて私だって分かってて、うんうん、すぐ取ってくれて、お久しぶりだねって言ったんですよ、うん、で実は今回小野寺勝がうちので立ってくれることになって、でチャンネル桜北海道の方々がいろいろ協力をね、あのしてくださるということで、あの本当に申し訳ない、ありがとうございますと言って、でいろいろね主張の違う点でご批判が私たちに対してあったことも承知してるけれども、あの今回そのようにね、だってもし仮にですよ、水島さんがそんなも協力するなって言ったらそれで終わりですから、はい、だからあのそのようにお許しいただいて本当にありがとうございましたというふうに言ったら、あの有本さんと、うん、これは俺はチャンネルサクラの社長としてとかいうわけじゃなくて、あるいはその国盛っていう団体もやられてるから、うん、そういうことじゃなくて今個人として喋ってるからね、うん、と俺の個人としてあなたと会話してると、でそれでもちろんあの主張がいろいろ違うところが あるけれど、うん、でも日本のために、まあ、頑張る、そういうところで自分は理解してると、うん、ただしと、うん、ただしあなたたち その例えば憲法改正についての考え方っていうのはどうなってるのかもう一回聞かせてくれと、うん、でそこは話しました、うん、でその後それ以外に、やっぱ世界は本当にね腹黒い集団がいろいろ動いてるから、あの、まあ、百田さんや有本さんが考えてるのと自分たちは違う見方をしてる、でこれ例えばこういうこと、例えばこういうこと、だからそこは全く意見は違うということだけは承知しておいてくれって言うから、うん、分かりましたと、うんうん、でも北海道 そのチャンネル桜の関係の方々が手を貸すことに水島さんはそれを止めなかった、ノーと言わなかったわけですね、うん、だから小野寺勝 その、まあまあ、一種無謀な戦いにね、まあ、手を貸してくれたっていうところあるわけです。だから、まあ、水島さんとも私も長いお付き合いですからね、まあ、ここのところはちょっとあんまりにも考えが違うなってところはありましたけれども、そういうさまざまなところがことがあっての今回も本当にうちの国政政党になったってことなので、あの本当にすべての皆さんの力、すべての方の力で、で一票たりとも無駄になってないということだ、はい、うん、いや本当にね水島さん本当ありがとうございます。あのうちは組織として協力したわけじゃないってことは強調してましたからあえて今回言わなかったんですけどね、選挙中とかはね、本当ありがとうございます。ということで大変なんですよね国政政党になるのもね、はい、うん、はいはい、ということでございます。で正式に国政政党になるために実はさまざま手続きが必要でして、まあ来週以降ですね、それはあの今週すでに昨日総務省から、書類が来まして、でそれはまあこれから書類を整えて手続きをしていくんですけど、あの昨日の段階で速報値っていうのが出てます。でこれが今週いっぱいかけて、まあ、検証されて、今日のニュースにもありますようにいろいろなんか無効票になったとか、まあ、そういうのも全部検証されて今週いっぱいかけて、票が確定するので、まあ、そこからっていうことになりますけれども、はいはい、ということでございます。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。そして皆さんね、これから先もですから、北海道で小野寺勝はもうあの青い大地にはしないんですけど、要するに緑の大地に似合う青い空ということで、日本保守党北海道を小野寺勝が、まあ、本当に盛り上げて作っていってくれると思います。本当に小野寺さんのおかげで国政選挙になれたというとも本当に言い過ぎではないぐらいです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それからあの本当にね、南北関東もね、まあ、伊藤純子さん、伊勢崎市の市会議員を6期務めてた、うん、もう20例以上ですからね、はい、それから小坂英二さん、あの荒川区の区議会議員を同じく6期目でした、うん、それをもう彼らにとってね、20年以上やってる地方議員の職ってのはもう人生そのものですよ、はい、そうです。支持者の方もいらっしゃるのにね、高齢者の方ですね、そう、それを投げ打って、しかも今回の選挙はね、彼らのような政治家であれば自分の名前書いてもらう選挙なら分かりますよ。そうなんですよね、自分の名前書いてもらう選挙で自分のポスター貼ってある選挙なら分かりますけど、日本保守党と書いてくれという選挙のためにね、20年のその地方議員の座を投げ打つというのは、これはもう本当に
そうです。ですからね、我々はもちろん日本保守になったことは非常に嬉しいことですよ。でもね、そうやって小野寺さん、それから伊藤純子さん、そして小坂英二さん、この人たちをね、私たちは、語つことができなかった、国会に送り込むことができなかったというのは、ね、これはね、もうその国政政党になった喜び以上にね、悲しみと悔しさがあります。はい、ですから喜び半分なんていうところはないですよ。喜びはもう本当何分の1かなんですよ。ですから私たちはね、もう大きな十字架を背負ってると思ってます。小野寺さん、それから伊藤純子さん、そして小坂さん、この3人をね、国会に送り込むまではね、私はもうずっと、もうその本当の意味の喜びないですよ。はい、だから絶対にこの3人をね、国会に送り込みます。まあ、そこまで私たちは頑張らないといけませんね。はい、本当にね、もう彼らこそがなんていうかな、まあ、日本保守党と言っていいぐらいのね、はい、人たちですからね。はい、だからまあそのすごい、まあ一種のなんていうかな、自己犠牲というかね、うん、それに果たして私たちは答えられるだろうかというふうに、いや答えないと思うぐらいですね。はい、ということで2番目以降のニュースいきたいと思います。はいはい、はい、2番目ちょっと待ってくださいね。なんかね、まあ、今回の選挙を総括したいろんなニュースありますけど、どれにしましょうかね。そうですね、2番目とかいきますか、ね、2番目とか3番とか4番とか続けていきますかね。はい、続いてパッパッパッといきましょう。はい、じゃあ続けて選挙関連パッパッパッといきます。はいはい、2番、石破首相の応援に入った総選挙区13勝63敗で大きく負け越しというニュースからです。産経新聞によりますと、石破総理が先の衆院選期間中、応援演説に駆けつけた与党候補者77人のうち、小選挙区での勝敗は13勝63敗、残り1人は比例単独立候補で当選と大きく負け越しました。19人は比例復活当選を果たしましたが、44人が落選。総理のセールスポイントとされる国民人気に疑問符がつく結果となりました。まあ、あと長いからこの辺でいいんちゃいますか、この、はい、この記事は、はい、もうだから石破さんが来たら負けるというね、はい、だからね、普通はね、総理が行ったら、うん、下駄貸してもらえるんですよ。あ、総理が来たということでね、うん、大きく盛り上がって、うん、いやもう総理が来てくれたら絶対勝たさなあかんということでね、地元も盛り上がって、だからそういう意味ではいわゆる選挙の顔なんです、看板なんですよ、総理っていうのはね。だから総裁選はですね、どういう看板をつけたら自分たちが選挙戦有利に戦えるかなっていう、そういう要素もあるんですよ。本来は国益を考えるんですけど、自民党の総裁選というのは、誰を総理に担いだら自分たちの選挙が有利に戦えるかというところもあるんですが、うん、まあ、今回、その看板がですね、看板が行ったところはことごとく負けるというね、もう死神が来たみたいなもんですよ、これ。うん、はいね、はい、だからね、ここに書いてますね、総理のセールスポイントとされる国民人気に疑問がつく結果となられた。つまりね、今までこの十何年間朝日新聞とかね、総理にしたい男誰か言うたらナンバーワンがいつも石破さんやった、ね、ナンバーワン石破さん。だから石破さんを担いだら総理にしたい男ナンバーワン、国民の人気があるということで、じゃあ総理が来ましたやったらわーってもう得票率がポンと上がってね、当選確率が上がるというわけで逆に下がってる。今までだから総理にしたいナンバーワン国民の人気ナンバーワンというのは全部嘘だったということです。そうなんだ、嘘だった、うん、朝日新聞さん、あんた嘘ついてたやん。そうなんだね。ああ、でですね、確かにね、やっぱり安倍さんが総理の時、安倍さんが応援に行ったらもう全然違いましたからねものすごい人でね。そう、はい、私もね見たことありますけど、まあすごい。しかもね、その自民党みたいなところだと動員かけられるじゃないですか、うんうん、動員で来てるというよりはもう本当に道行く人も、ああ安倍総理だって言って足止めるしね、うん、はい、すごい熱気だったですよ、うん、今回おそらくそういうのはなかったと思いますね、はい、集まってたりとかね、一番来るとみんなじりじり去っていったというね。そこまではないけど。そうですか、うん、はい、まあね、やっぱりそういうもんですよね、はい、だ今回ね、だから百田代表がそのイミジ君もおっしゃってた、安倍晋三なき初めての国政。そうです、まあ、前回ね、安倍総理じゃない選挙っていうのは岸田